皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。この動画は理科の観察や実験についてテストに出やすい問題を予想し、その答え方について説明していく動画です。今回は中学2年生の理科、低気圧と高気圧について説明します。ここにある日の天気図が書いてあります。等圧線が何本か引いてあります。太い線が1000ヘクトパスカルの線で、 Y のところには988と書いてあるので、これ988ヘクトパスカル、 X の部分は1012と書いてあります。これ1012ヘクトパスカルですね。ですからこちらに行くと気圧が低くなる、こちらに行くと気圧が高くなるということがわかります。1本の線の間、これ4ヘクトパスカルずつになっています。これ覚えちゃってください。では問題の1です。P 点の気圧は何ヘクトパスカルか、こうなっていますね。 P 点ここにあります。これは線の線ですね。でこちらに行けば気圧は下がっていったので、1本の線の間4ヘクトパスカルでしたから4下がっているわけです。ですから P 点の気圧は1000-4で996とね、996ヘクトパスカルと、このようになります。2番です。 X と Y で低気圧はどちらか、高気圧はどちらか、こういう質問です。低気圧というのは等圧線が丸く閉じていて、中心の気圧が周囲より低くなっている部分、高気圧はその逆で、等圧線が丸く閉じていて中心の気圧が周囲より高くなっているもの、これを高気圧と言いましたね。 X の部分、これ1012とここに書いてありますよね。ここが線ですから順番に高くなっていって X、 周囲より気圧が高いので X は高気圧、 Y のところは順番に気圧が低くなっていって、 Y のところ一番低いので、こちらが低気圧、 X が高気圧、 Y が低気圧ということがわかります。3番、 XY 付近の風の吹き方を4つの中から選べと、あ、い、う、えと書いてあって、あと E は地表付近の風の吹き方、うと A は縦方向の風の吹き方です。あ、中心に向かって風が吹いています。この吹き方っていうのは実は低気圧なんですね。低気圧というのは地表付近では中心に向かって反時計回りに風が吹き込む、そして中心では上昇気流が起きると。低気圧は Y の方でしたよね。 Y のところ、低気圧ですから Y のところに、あ、そして中心では上昇気流なので A、ね、低気圧はあと A の風の吹き方をするということは、高気圧、ね、中心から時計回りに風が吹き出す E と、中心では下降気流の U です。つまり X の高気圧、E と U、この風の吹き方、 Y の低気圧、あと A、これとこれの風の吹き方ですね。4番です。低気圧の中心付近で天気が悪い理由を説明せよ、こうあります。低気圧の中心の縦方向の風の吹き方、今ここで選びましたけれど上昇気流ですよね。上昇気流というのは地表にあった空気が上昇して、そして膨張し気温が下がって露天以下になると水滴ができる、または氷の粒になる、これ雲って言いますよね。ですから低気圧では中心上昇気流が起きて雲ができやすい、だから天気が悪いと、こう答えてください。5番です。日本の天気は西から東へ向かって変化していく、この理由を答えと。これはですね、日本の上空約1万メートルくらいのところなんですけれど、これ西から東に向かって強い風が吹いています。これ偏西風と言います。字はこんな字を書きます。これ偏西風です。日本の上空に西から東に向かって偏西風が吹いているから、だから日本の天気も西から東へ変化していく、
このように答えてください。今回は低気圧と高気圧とその天気についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。